お世話になります。ひとりでございます。今回はイベント大量発生また始まりましたのでやっていきたいなと思います。今回ねイベント大量発生で対象となっているポケモンは水タイプのポケモンでございまして、おそらく梅雨だからかな。いや梅雨嫌だよね。で具体的に出るポケモンとしてはナミイルカ、ハスボウ、タッツーでございます。いや地味でいいメンツですね。みんな意外に捕まえてないポケモン多いんじゃないでしょうか。てか私がハスボウタッツを捕まえてないだけなんだけどね。でさらに今回は証がつきやすくなっておりまして、ヤサ型の証を持ったポケモンと普段より出会いやすくなっております。ただ今回ですねいつもと違って色違い確率はアップはしておりません。大量発生が出やすいっていうだけで色違い超アップするパターンの大量発生ではないので、その点はご注意ください。私色違い確率上がる方が嬉しいな。あれもう即出るからね。まあと言いつつも嬉しいですね。ということで3匹私1種類ずつ色違いゲットしていきたいなと思います。まずは、はい、インターネットつないで、更新してから行きましょう。はい、地図見ていきましょう。はい、出てますね。ナミイルカ出てますね。で、そうだ、パルデアではナミイルカで、で、それで、北上ではハスボウで、で、さらに、ブルベリー学園ではタッツーっていう感じですね。いや、タッツーは結構だるそうだな、マジで。はい、でですね、この発光シティのこの右上とか、だと、めっちゃ簡単に多分色厳選できるので、そのやり方でちょっとやっていきましょうか。はい、これで、行きましょう。はい、来ました。ここで、捕まる方式でね、これで変わるんじゃないかな。これで厳選できると思いますね。これでどんどん湧いてくるので、今も、遭遇パワーとかつけてないですが、こんな感じなんで、それでどんどんね、ナミイルカ消えて、それで厳選がね、再抽選されるので色違い厳選しやすいってことですね。ちょっとここでやっていきましょう。はい、でまずは色違いの確率をね上げるために、倒していきます。倒してって色違い確率をね上昇させていきましょう。その方がより早く出るとは思うので、まあ、あのやり方だったら別にそこまでやんなくてもいいっちゃいいけどね。はい、さらに少なくなってきたが表示されたので、そこから、10匹ぐらいですよね大体倒して、それで色違い確率最大にします。はい、倒しましたらピクニックやりたいので上に戻ってきます。ちょっと倒さないで、めっちゃ倒してる。はい、来たらレポートを書きますと、まずはそれでピクニックをやりまして、で料理を作っていきますと。レシピはキュウリカラカラでデカデカがつくのでこれでいきたいと思います。もちろん他のレシピでもよくて、まあ、今回大量発生なので遭遇パワーなしでね、いけるので、まあ、自分の好きなやつにしましょう。チビチビでもいいと思います。ただ見にくいからね、ちょっとまあ大差ないけど。はい、水の輝き2つなデカデカでいっちゃいたいと思います。はい、そしたらば、さっきの波いるかいる方に向かっていくんですが、落ちないでこの壁に張り付きます。だいたいナミイルカが出てくるようなポジションで、はい、この辺りかな。これ壁に張り付くとナミイルカ見えるので、これでナミイルカがちゃんと消えて、うわー自動厳選来たこれマジすごいよね。勝手に消えてって、これ初期の頃はよく盛り上がってたの。これで、はい、これであとは待つだけです。なんか変な色のやつが来るかどうか見てるだけでいいので、なんか余計な情報がないからねこれこれ私も一度やったことあるんですけど、ポケモンやってんのかっていう画面だよねこれだけ見たらウケるよな。ようやく来た。いや結構時間かかったなただ明らかに分かる色違い何のあれもないからね。オッケー来たー、ナイス。久しぶりの色違い厳選でよかった、ゲットできて。そう、ここの辺りは海一色だから色違い来たら一瞬で分かるんですよね。白いキャンバスに黒い点があるような感じで一瞬で分かる。オッケー、ナイス。ちなみにかかった時間、うわ25分ぐらいかかったね。結構かかりましたね。で、はい、証ついてるか見ていきましょう。
はい、アクアジェットダブルアタックダイビング甘えるっていう感じで、特性は水のベールですね。水のベールを身にまといやけど状態にならない。あー、証ついてねえか。マジか、この証ほんとつかねえんだよな、マジで。ただこれ完全放置で色違い厳選できるんでマジでいいっすね。ちゅうことで次行きましょう。もう輝き残ってないけど、ほとんどここ行くか。ハスボ行きましょう。陸の方が多分やりやすいと思うから陸で行きましょう。はい、来ましたが、どうだろう、ここ良さそうかな、やりやすそうだ。まずはまた倒していきましょう。ちょっと下にも降りちゃってるからな、ちょっと厄介かな。あ、まあここでいっか。はい、さらに少なくなってきた、表示された。はい、これで倒しましたので、また同じくピクニックやっていきましょう。もう輝き切れたのでさすがにね。はい、それでパワーつけたら、ピクニック厳選でやっていきましょう。ここかなり良さそうな感じですね。他の余計なポケモンを湧かないので、まあ、こっちに湧いてたりするんだけど、でも結構マシな方だと思うんで、これで結構やりやすいんじゃないか。来たーんじゃないこれ。一瞬で分かったぞ。あ、上の傘の色も違うんだ。結構分かったな。なんか暗くて分かりにくいかなと思ったら全然分かった。お、かっこいい。かっこいい。レッグザの色違いみたいな色してる。はい、OK。72レベル、レベル高。何っていう感じじゃん、そんな。はい、OK。ワンパンゲット。ナイス。いやー、やっぱ余裕ですね。いや、これかなりやりやすかったな、厳選。ちょっと色違い見分けられるか心配っていう点で、ちょっとわざわざ近づいて確認したこともあったけど、総合的にはめっちゃ簡単でしたね。はい、見ていこう。あー、ごまーまーだ。10まー。はい。あー、かっこいいね、色。マジかっこいい。親一人の、ギガドローン、雨乞いしねえの頭突き、エナジーボール、特性スイスイで、天気が雨の時、素早さ上がるやつで、来てないー。証渋いな。ちゅうことでラスト行きましょう。いや、タッツー厳しそうだな。水の中でしかも色違い見分けにくい感じだから。いけるかわかんないけど、ちょっとこの陸に近いところで行きましょう。はい。来ましたが、どこだ？うわ、ちっこ。ちっこすぎね、これ。いけるか、これ。まず、倒してからやっていきましょう。まあ、一応、陸地が近いから、ここで多分ピクニックできそうだからね。まあ、頑張っていこう。はい、さらに少なくなってきた、表示された。いやー、こいついけるか、ピクニックで。 OK、 倒した。これで陸地に上がって、はい、輝き2つのデカデカでいこう。はい、タッツー表示されてる。まあ脇はいいね、脇はいいし、簡単にリセットもできるという感じなんで、いけるかな。ちょっとこれでやってみますわ。途中で変える可能性あるけどね。お、これじゃない？これじゃない？これじゃないか？これだと思うな、僕。これ。違うかな？こいつ。ちょっと来い、早く。OK、来た！わかった、ギリわかった。いや、ここ見分けやすかった、まだ。水だから、水しかないから。他の余計なものがないから、意外と見分けられた。いや、今回結構早いな。確率めっちゃ別に高いわけじゃないのに。いつもよりなんならすぐ捕まえられたかな。オッケー。はい、じゃあ見ていきましょう。まあ、1V だね。それで、テラスタイプ水のタッツ。全然色がわかんねえ。竜の波動、ハイドロポンプ、竜の舞、雨乞い、強。特性スナイパー。スナイパーなんだ。攻撃を急所に当てると威力がさらに上がる。そうなんだ。うわー、証ついてねえ。マジでつかねえんだ。で、かかった時間。全然かかってない。18分。なんなら一番早かったんじゃね？こいつだって、あれだもんな。めっちゃしやすかった。色だけ見分けにくいけど、1回でもう10匹ぐらい湧いてくれて余計なの分からなかったから、意外とやりやすい方ではありましたね。で、意外とこの場所的にも、割と見やすいから、
意外といけました。ということで今回は特にねタッツなんか見分けにくいし、普通にやろうと思ったらね厳選むずいと思うんで、かなりいい機会になるんじゃないかなと思います。で、ナミイルカもね大量発生ではめっちゃゲットしやすいので大量生産できるので、今回のイベントなかなかいいんじゃないかなと思います。いや、なんとなく思ったんだけど次の大量発生イベントはスボミじゃね。